今回はトラウマシリーズ回10回目を記念して、いつも以上にトラウマ度が増す作品3本集めたので、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。それではどうぞ。真夏のある日、パパに庭の草むしりをしなさいと指示されるも、涼しくなってからやると言うと、今すぐやりなさいと激怒されます。ゴロゴロしたいのび太はドラえもんに何か道具を出してと伝えると、4次元ポケットから影狩りバサミという道具を出してくれます。見た目は普通すぎるハサミですが、中身は影を切り取ると勝手に動き出し、草むしりを30分するように指示すると、言われた通り草むしりをする影。それを見たのび太は部屋に戻ろうとすると、ドラえもんに30分が過ぎる前にこのノリで影をくっつけないと大変なことになるんだからと言われますが、のび太は適当に返事をし、部屋でゴロゴロしていると10分で草むしりが終わったと言われます。まだ20分も時間があるので、のび太はいろいろと使いっ走りをさせ、優雅にのんびり過ごしていました。友達から電話があり、貸してた漫画を返してほしいと言われ、影に持たせ持って行ってもらうことに。もうすぐ30分になろうとしているにもかかわらず、影が帰ってこないことを心配したドラえもん。のび太は大丈夫だよ、大げさだなとつぶやくと、時間が経つと影が人格を持ち、君が影にされるぞととんでもなく恐ろしいことを言われ、固まってしまうのび太。急いで影を探しに行きますが、影は二人が出て行くのを待っており、いなくなった瞬間家の中に侵入しスイカを食べます。のび太とドラえもんは友達のところに行くも、影はもう帰ったと言われ、急いで家に戻る途中、2時間もあれば本物と影が入れ替わってしまうと言われ、絶望するのび太。家の中に入るとお皿が割られ、ママに叱られますが、見覚えがないので困惑していると影の仕業だと気づきます。急いで探しているとのび太の体が薄黒くなっていることに気づくドラえもん。部屋に行くと影が漫画を読んでくつろいでいます。元に戻るんだと言うも、やだねと断られ、力ずくで戻そうとするも体が軽く隙間に入って逃げていきました。ドラえもんは影を捕まえる道具として影取り餅をポケットから出し、全力で探します。のび太が探していると炭が大量に入ったバケツを頭からかぶり、本物が捕まり偽物が大喜びの展開になっていきました。風呂場で炭を落とすと窓が開き、もうすぐ入れ替わるぞと怖すぎるアナウンスが。上にいることが分かったので急いで向かうと、偽物は天井裏に隠れてしまい見つかりません。絶望しても諦める二人、するとママが突然部屋に乱入、騒がしいことや日頃の行いのことで叱られていると、ドラえもんは日当たりのいい場所で叱ってくださいと言い、場所を変え鍵切りバサミでママの鍵を切ります。すると簡単にのび太の影は捕まり、ギリギリのところでなんとか無事助かりました。影が人格を持つ場面はかなり怖いなと思いながら動画作っていましたが、この映像かなりの昔の作品なので、顔が昔有名になったあのドラえもんに似てるなと思いながらずっと動画作ってました。会社員の田野雄介は部下からの信頼も厚く、夜の街でも女性に頼られる存在。ある日酒の飲みすぎで吐いていると、後ろから心配したもぐろ福蔵が声をかけてきました。場所を公園に移動し、今までの人生思い返せば、学生の頃から家族、友人、会社の連中全てに頼りにされてばかりで大変負担だと口をこぼし、話を聞いてもらいます。私が頼り甘えられる人物なんてどこにもいないと漏らすと、あなたが安心して甘えられる人を紹介しましょうと言われます。次の日働いていると会社にもぐろが訪れ、あなたが甘えられる女性を探してきたと話すが、田野は何かの冗談だと思い強制的に会社を追い出します。仕事の続きをしていると妻から電話が。内容は義理の母がいじめてくるというもの。その話を聞くと、仕事中にかけてくるなと激怒。電話を切ると次は部下が会社の車をぶつけて事故を起こし、心細いから来てほしいと頼まれますが、それぐらい自分らで始末しろとまたしても怒ってしまいます。頼りにばっかりされるのはお断りだと大きな声で怒鳴ると、会社中重たい空気になってしまいました。その夜溜まっていたストレスを解消するためバーに行き酒を飲んでいると、女性が甘えてきましたが、やめろ俺に寄りかかるなとここでも激怒。店を飛び出しフラフラになりながらも歩き、俺だって誰かに甘えたいんだよと考えていると、なぜか前方にもぐろ福蔵が立っています。素晴らしい女性を紹介してあげますよと言われ、ドーンと指を刺されます。すると目の前には大きな扉、力いっぱい開けると光り輝く観音様の姿がそこにはあります。おいで坊や、おいで、何もかも忘れて私の膝の上でお眠りと言われ、田野はまるで雲の上にいるみたいで気持ちがいいとつぶやき、そのまま眠ってしまいました。
場面は変わり、タクシーに乗る妻と子供。モグロは今ご主人は療養されています。もう少しで手の施しようもなくなるところでした。幸い私が適切な処理を施したのでもう大丈夫、このアパートの中に旦那さんがいますと伝え、妻と子供は中に入るとボロボロの部屋の中で大きな女性に甘えるタナモの姿がそこにはありました。あの光景を見てタナモさんの本当の心を理解できるのか、タナモ家の幸せはそれ次第ですな、というセリフで番組は終わっていきました。かなりブラックジョークが効いていた笑うセールスマン、作者は怪物くんやお化けの Q 太郎でおなじみの藤子 A 先生。あまりにも内容が衝撃的すぎるので同じ作者とは思えないアニメですよね。個人的には一時期バッドエンドで終わるアニメ映画にハマっている時期があり、この作品はめちゃくちゃハマった記憶があります。笑うセールスマンは数々の衝撃回がたくさんあるので、好評でしたら第2弾またやりたいと思います。ミキは休み時間みんなに怖い話をしています。内容はいつも友達の持ち物を隠して喜んでいる不気味ちゃん、そんなある日交通事故で亡くなってしまいます。それからクラスメートの夢の中に彼女は現れ、私のハーモニカ返してよ、あんたが隠したの知ってんだからね、と見覚えのないことを言われます。否定しても全く信じてもらえず、場所は知っているからハーモニカを取ってくるようにと指示されます。女の子はどこにあるかわからないので、場所を聞くと赤と白と黄色の3つの門があるから、まず赤い門をくぐり、次に4つの扉があって左から2番目に入る、中には5つの窓があって右から4番目を選択、その窓を出たところに階段があって、そこを上がると6つ下る階段、降りた場所に7つの穴があり、左から5番目の穴をよく見ると金網で蓋をした場所にハーモニカが落ちていると言います。女の子は言われた通りの順番で探しに行きますが、どこを探してもハーモニカは見つかりません。不安と恐怖で泣いていると笑い声が聞こえ、あんた降りる階段間違えたんだよ、間違えた間違えた、もう出られない、もうおしまい、そう言うと女の子は夢から出られず魂を引き裂かれてしまいました、と上機嫌にミキは話します。周りが本当の話かよと疑いの目で見ていると、本当よ、この話を聞いた人は3日以内に不気味ちゃんが現れるからね、と小学生の時に言われたら確実にトラウマになるワードを聞いてしまいます。クラスメイトたちは必死で道順を覚えていると、他人のヌーベイが現れ、今日は歴史のテストを行うと話しますが、みんなはテスト用紙に道順ばかり書いてしまい、この不気味ちゃん騒動について怒られてしまいます。次の朝ヒロシは対策として寝ないという方法を選択、夢を見なきゃ不気味ちゃん来れねえだろと話しますが、一睡もしていないのでフラフラ状態に。学校に行くとクラスメイトたちが昨日本当に不気味ちゃんが出たと大騒ぎになっています。事態を重く見た京子はヌーベイに相談すると、不気味ちゃんが住んでいた町へ行って調べてみると言います。放課後今にも寝そうなヒロシを引っ張って歩いていると、大工さんが運ぶ木材に激突、そのまま倒れ込んで眠ってしまいます。京子が必死に起こすも全く起きる気配はなく、それどころか不気味ちゃんハーモニカと言いながらうなされている様子。その頃ヌーベイは何か不吉な予感を感じ、急いで不気味ちゃんが住んでいた町に向かいますが、全く手がかりがないまま町を歩いていると赤、白、黄色の3つの門を発見、すると水晶が大きく反応します。ハーモニカを見つける順路で、最初は赤い門、次は4つある扉から左2つ目のゲームセンターに入る、そして右から4つ目の窓から出て階段を降り、左から5番目の排水口から不気味ちゃんの探しているハーモニカを発見するも、怨念が強すぎるため水晶がこっぱみじんになってしまいました。その頃ヒロシは途中まで順調に道を進んでいましたが、降りる階段を間違えてしまい、間違えた間違えたと大喜びし、恐ろしい顔に変貌、階段が崩壊し伸びた髪の毛が首を絞めていきます。現実の世界でも苦しんでいるヒロシ、お前がハーモニカを隠すから悪いんだと言われ、さらに苦しめられているとヌーベイが助けに来てくれます。もうこんなことはやめるんだ、君は誤解している、誰もハーモニカを隠したりしていないと言いますが、不気味ちゃんは話を聞いてくれません。しかし大事なハーモニカがお父さんの形見なんだろうと伝えると、急におとなしくなります。さらに落ちていたハーモニカを見せ、君があの子犬を守ろうとした時落としたものだよとヌーベイは言います。それは雨が降る日、子犬が急に飛び出し助けようとしましたが、車にぶつかり、その反動でハーモニカは排水溝に落ちたと話し、人を恨むことをやめて安らかに成仏しておくれと伝え、お経を唱えます。すると不気味ちゃんと呼ばれる以前の普通の女の子だった記憶が蘇り、
先生ありがとうと言い成仏していきました。現実世界ではヒロシが目を覚まし無事生還、物語はハッピーエンドで終わっていきました。ヌーベイシリーズの中でも1、2を争うトラウマ界の不気味ちゃん、間違いなく視聴者さんも僕と同じように道順を覚えた方も多いと思います。このクラスメート1人幽霊を見たというと、周りも伝染したかのように自分たちも見たと騒ぐ集団ヒステリー。これは何もアニメだけの話ではなく、実際に学校などで起きる現象としてたびたびニュースになっています。その現象が原因か、日本では36名もの犠牲を出した京北中学校水難事故、幽霊の仕業か、それとも集団ヒステリーか、今から60年前に起こった集団怪奇事件を解説して終わりたいと思います。それは海水浴シーズン中、1955年7月28日三重県の海で夏の水泳講習を行っていた女子生徒36名もの命が一瞬にして海にさらわれ亡くなるという痛ましい事故が発生しました。この日は全学年600人以上が参加していましたが、女子生徒43人が高波にさらわれ、7人は意識が回復、生存者の一人は海の底からたくさんの女の人が引っ張りに来たという証言がありました。なんでもこの事故が起こる10年前の1945年7月28日同じ場所で米軍の空襲があったことから、戦争当時の被害者の例ではという声が当時から地元の噂になっていたそうです。女の子が見たのは集団ヒステリーによる幻か、それとも戦争の被害者の霊か、現在になっても真相がわからない悲しい事件でした。はい、というわけでですね、こういう話を聞いたら実際に幽霊がいるのかなと思う事故ですが、不気味ちゃん同様怖い話には悲しい過去があるんだなと思いました。ちなみに原作版の不気味ちゃんの顔はめちゃくちゃ怖い。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、ツイッターフォローよろしくお願いします。それでは他の動画でお会いしましょう。バイバイ。